じゃあ高校生の熱い思いで、まとめさせていただきました。外は寒いんですけど熱い思いが強くなりました。明けまして本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。今から提言書の説明を行うんですが、その前に3つのことについて説明をさせていただきます。まず私たち警備線を盛り上げる会についてです。私たちは昨年7月に発足し、活動目的は警備線の存続と沿線の活性化、この2つを目的として活動しています。また警備線の一番の利用者は高校生です。高校生一番利用しているので、高校生の視点から周りの大人の方々を巻き込み活性化につなげていきたいと考えています。会員の思いとしてはご覧になっていただいて分かるかと思うんですが、このような思いになっています。高校生としては本当に警備線がなくなると困るという気持ちが強いです。特に仮に警備線が廃止になってバス通学になると通えないと、そういった声も何人か聞いています。ここにいる15名加えて警備線に入っている24名、みんな警備線に対して強い思いを持って活動させていただいております。続いてこれまでの活動について、説明させていただきます。これまで大きく4つの活動をさせていただきました。まずポスター制作です。右側にですね、ホワイトボードに何個か飾ってあるんですが、こういった手書きのポスターを6枚制作し、校内に掲示させていただいております。またこういった、学校のタブレットで制作した、これは福岡市長さんの隣の藤崎君が頑張って作ってくれたんですけど、こちらも学校の中に15箇所掲示させていただいております。また、ホワイトボードに貼ってある手書きのポスターなんですが、これは今年9月に庄原市で行われた警備線沿線魅力創造プロジェクトに招待させていただき、このような作品を出展させていただきました。続いて SNS 宣伝です。この SNS 宣伝では大きく3つの、ツールでさせていただいております。まずインスタグラムは今66個投稿してまして、こういった形でやらせていただいております。で、インスタグラムがこの回の主な情報発信のツールになっていました。で、それから次に TikTok なんですが、 TikTok も同じように警備線だったり警備線沿線のお店の紹介をしています。で、それから YouTube です。 YouTube は YouTube は警備線で三好を訪れてみようと、そういった企画のもとで撮影させていただいておりまして、こういった形で YouTube の方をやらせていただいております。で、これまで SNS 宣伝させていただく中で、三好市内のいろんな店に取材させてもらったんですが、本当にどの店も温かく迎えてくださって、本当に三好の方々の優しさだったり温かさというのを心の底からこの SNS の取材を通して感じることができました。で、どれも警備線をレギュル会で検索していただくとヒットするかと思います。次に沿線市議会の方々との意見交換です。これまで3回意見交換し、要望とか提案とかも出させていただきました。それから、ミーティングを昼休憩などに週に2、3回、多くて4回ほど行っています。次に活動を通して得たことを説明させていただきます。活動の中で見つけたイギリスの魅力なんですが、まずこういった綺麗な車窓、そしてこういったのどかな風景、駅のホームっていう素朴な感じの風景というのが魅力かなと感じています。またこういったレトロな車両が走っていたり、警備線で川区幹線行けたり、地元住民の方がこうやって地元住民の方に愛されていたり。